さてさてやってまいりましたのは新宿東京都庁前でございます。ということで今回は都庁前から日本一周すごろく旅を始めてまいりたいと思います。まあ、今回はですね47都道府県それぞれを1マスとします。だから全47マスですね。東京が1、そしてゴールも東京になるんですけれども、まあ、この47マス日本をぐるりと一周して帰ってくるというね壮大な旅の企画となっております。で、気になるスゴロクはこんな感じです。スタートとゴールは東京ですね。そこから太平洋側をずっと南下していきます。神奈川、山梨、静岡、愛知とねずっと南下していって四国、九州をぐるりと回って今度は日本海側を北上していきます。山陰、北陸、東北の日本海側を抜けて北海道まで行って、でここからですね東北地方の太平洋側をずっと南下してきて北関東ゴールの東京に向かうというねこういうねマス目になっております。まあ、20面体ですからね大きいの出したらビュンとどっか遠くまで行っちゃうというね、まあ、そんなことになるんですけれども今回ねちょっとねルールを一つ変えました。何かというとね前まではサイコロ振るでしょ。で翌日移動してその日の晩にもう一回サイコロ振ってまた次の日移動してっていうね、まあ、結構移動がせわしなくて移動だけの動画にねなっちゃいがちだったんですよ。なので今回はサイコロ振るでしょ。翌日移動します。移動して観光して一泊してその次の日もその都道府県をじっくり観光してもう一泊する。つまり各マスに2泊ずつしてですねじっくりと観光を楽しもうじゃないかというねそんなルールになっております。で、参加メンバーは私円一とスゴロクカンパニーのダーチーそして T3 人で今回は対決したいと思います。では1カ所目の行き先を決めるサイコロタイムと参りましょう。初日です。よし行きます。せーの、よいしょ。うわーマジで。ということでちょっとピンボケで見にくいですけれども私円一が出しましたのが8です。そして T が9、ダチがなんと1ということで1箇所目行き先はこんな感じ。私円一と T が関西近畿地方突入ですね。8の円一が奈良、9の T が和歌山です。でダチはあと2泊東京で楽しんでねということになりました。あ、そうそう、これね T ねライオンとペガサスというチャンネル、ダーチーねダーチーのベタ旅っていう各個人のチャンネルでもね各個人の旅の模様アップしてますんで、もしよろしければねこの動画を見終わった後に概要欄から2人の動画もチェックしてみてください。というわけでね翌日の行き先も決まったところで、まあ軽く前夜祭と行きましょうということで向かいましたのは新宿西口にございます焼肉冷麺のミコレさんでございます。スゴロクメンバータマッチがねまた見送りに駆けつけてくれまして4人で乾杯と、まあ、ずっとねダーチはおい一かよって、ね、ぼやいておりましたけども知ったこっちゃございません。まずはビールとキムチでねもうあっという間にビールなくなりましたね。で続々と出てくるお肉、まあ本当に焼肉っていうのは幸せになる食べ物だなと。このジューっていう音もいいですね。いいお肉が続々とやってまいります。焼いては食べ焼いては食べバカ話に花が咲く、そんなね最高の夜ですね。もうホッピーが止まらない。まあ5、6本飲んだんちゃうかということで最後は男気じゃんけんでございます。最初はグーじゃんけんぽい。おい負けた。最初はグーじゃんけんぽい。おい最初はグーじゃんけんぽい。マジで強えわ。というわけで T 君ごちそうさまでした。いやーミコレさん3時間ぐらいでしたかね。もう結構ベロベロに酔っ払ってたんですけども最後もう一軒ということでワインを飲んで撤収。明日の旅に備えます。おはようございます。日本一周すごろく旅実質1日目ですけどね、あいにくのと言いますか結構な雨と風ということでタクシーがまあ捕まりません。アプリ全滅、電話するも今ちょっと分かりませんという回答ということで、もうホテルのねタクシープールで待つしかありません。待つことなんと40分。40分あったらね電車乗ったらもう東京駅着いてるでという感じですけどね。ただ大きい荷物があったんでね、まあタクシーを待って東京駅に向かいました。で東京駅に着きまして新幹線に乗ろうということで切符を買うんですが、この新幹線もね結構満席続きで、取れたのが40分後の新幹線でございました。すっかりお昼前ですね、東京駅をようやく出発できます。
お昼ご飯の駅弁を買おうと思ってね、いつも買う特製幕の内御膳っていうのがあるんですけど、これがね売り切れてたんで、日本橋幕の内というねお弁当にしました。これも美味しかったです。この鮭がねむちゃむちゃ美味しかったです。ちゃんと小骨もね全部取ってくれてあるんですよ。食べやすいね。ということで幕の内弁当を食べて、あとはもうぼーっと外を眺めながら移動開始です。本日はですね、奈良ですから新幹線でまず京都まで向かいたいと思います。で京都から近鉄特急に乗りましてね、奈良に向かうというルートで参りましょう。東京駅を出発しまして約1時間30分京都駅にいよいよ到着です。まあ、京都奈良間ね結構近鉄で便利に結んであるんですけども、あんまり乗る機会がなくてね、まあ、この乗る機会のない電車に乗るのもこういうねすごろく旅の醍醐味だなと、そんなことを思いながら激ゴミの京都駅新幹線中央口を出て、すぐ目の前にね近鉄の乗り場がありますんで、15時ちょうどの特急青によしに乗りたいと思います。こちら観光特急青によし、まずボディのカラーが美しい、天平時代天平文化でね最も高貴な色とされていた紫色なんです。それから内外装至るところですね、このもう奈良です、正倉院の宝物にも使われていたね天平文化天平文様というのをイメージした色とかデザインになっています。なのでザ・奈良の歴史号とでも言いますかね。でシートはこんな感じで、ここはね正面に向かい合ってるシートですね。でその向かい側逆側のシートを見るとちょっとねこう角度がついているペアシートになってます。まあ恥ずかしがり屋さん用でしょうねこれね、うん、正面向くとちょっと恥ずかしいねっていう、まあ付き合いたてのカップル用の席でございます知らんけど。で天井なんかもこれです、これぞ天平文化というね悠久の歴史を感じられる観光特急青によしに乗りまして、京都出発奈良に向かいたいと思います。で京都から奈良って案外近いんですよ。この青によし、電車やなと思いながら乗ってますけどね、乗車時間は34分です。もう1時間足らず30分ちょいで京都からね奈良に着いちゃうんですけども、もう右を見たり左を見たりね忙しかったです。まあ外窓の外はねあいにくの雨でございますけれども、さて15時34分近鉄奈良駅に到着いたしました。さあどこ行こうかしらねというところなんですけども、お時間4時前ですね。まあホテルにまず向かいますかね。うん、ということでホテルに向かって歩き始めました。今回ねホテルは JR の奈良の近所なんです、駅前なんですね。で近鉄の奈良から JR の奈良まで歩いてまあ15分20分というところでしょうか。途中コンビニで傘を買いましてね、のんびりブラ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 と歩いております。まあ奈良のね街歩きも楽しいですね、雨降ってなかったらということで JR の奈良駅前に到着いたしました。でまあ奈良ね、近畿一周すごろく旅の時もね来ましたね確かね。ということでただいまという感じなんですけれども、この駅の裏側っていうとあれかな、のホテルにチェックインいたしました。さすが奈良のホテルですよ、もう壁に鹿ドーンです、鹿ドーンのホテル。ちょっとご紹介していきましょう。まあ、こんな感じでね、どこのホテルやねんっていうのを忘れてましたね。JR 奈良駅から徒歩2分ぐらいですかね。天然温泉、奈良若草の湯、大和ロイネットホテル奈良さんでございます。そして、ナイストイレさんでございます。僕結構ね、大和ロイネットホテルさん大好きで、出張の時はね、まあ、近くに大和ロイネットホテルがあれば必ずそこに泊まるというぐらい、ロイネットファンでございます初めてねここの奈良は来ましたけども、まあ本当にね至る所鹿です。これ見てください、あなたのお部屋ですっていうところ鹿のマークなんですよ。ここまでこだわるかと、すごいね奈良という感じです。でね、まあホテルの1階にレストランがありましたんで、もうそこで晩ご飯食べちゃえと。雨が結構強かったんでね、もうなんか心が折れましてね、ホテルの1階のレストランにやってまいりました。でも奈良っぽいものがたくさんありますよ。で日本酒発祥の地なんです奈良は。なので日本酒のラインナップも非常に豊富でした、まあ、そんな中で私が選びましたのがこちらです。大和肉鶏の唐揚げです。
お肉はジューシーでね、この衣がね、お醤油のなんか上品な味がして美味しかったですね。野菜もたっぷりです。でご飯、これね、さすがなら古代米というお米を選べたんです。で秋だったんで栗ご飯になってましたね。からの奈良漬けはやはりマストです。in 奈良ですから。というね、大和肉鶏の唐揚げ定食で今回の晩ご飯、いやでもね、腹8分目ぐらいでちょうどよかったですね。うん、美味しかった。ペロリでございます。でホテルの玄関を出て正面にですね、 JA さんがやってるマホロバキッチンというねお店がありましたんで、そこでちょっとね夜食おやつを買ってお部屋に戻ってまいりました。まあ、買ったのはね、わらび餅です。くず餅とわらび餅がねあったんですけども、今回はわらび餅をゲット。まあ、鹿の絵が可愛いですね。奈良といえばって書いてあったんで買ったこのお水、ゴロゴロ水というお水ですけどね、奈良の天川の大峰山というところねから湧き出す日本名水百選にも選ばれている、まあすごいすごいお水です。はい、でこちらが奈良生まれのいちごの品種コトカというねいちごを使ったサイダーでございます。でまあ右の奥に見えているあのバケットはあの明日の朝ごはんでございます。まあこんな感じでね、お部屋でのんびりしながら明日の予定を立てて、この日はおやすみなさい。おはようございます。なんとか天気は持ちそうですね。大和ロイネットホテル奈良さんを出発いたしまして、この日はねレンタカーを借りまして奈良県内あっちゃこっちゃ行きたいと思います。このプレート、鹿のプレート可愛いですね。奈良のレンタカーを借りまして、まず向かいますのが奈良県庁、まあ、奈良公園ですね。まあ、奈良に来たら奈良公園は外せないでしょうということで、まずは奈良公園をブラブラしに行きたいと思います。奈良県庁の近くの駐車場に車を止めたんですけれども、すごい、もう県庁の横に、これ作り物じゃないですよ鹿さんがカッポしております。もう最初はね、お鹿がいるなんつってねカメラを向けてるんですけども、もうどこにでもいるんでね、だんだんもうああどうもみたいな感じになってきましたね。不思議な魅力のある奈良でございます。で奈良公園でね、このシェフェスタというね食のイベントをやってましたんでね、ここでちょっと遅めの朝ごはんをいただきましょう。まあ、当然ながらこのイベント会場内にも鹿さんだらけです。でこんな感じでね、おいなんかちょっとくれよと寄ってくるんですけども、僕が餌を持っていないと分かるとすっとどこに行ってしまいます。そんな僕が買ってまいりました。奈良っぽいもん食べろよということですけど、焼きそばの匂いに惹かれて焼きそばを買ってきました。焼きそば食っとるなーってこのじーっと見られてる中、焼きそばペロリでございます。で、俺の食べるのもないやんかとなるとすっとどっかに行ってしまう、そんなシェフェスタでございました。でこっからですね、こっからまあ奈良公園、この近辺にもいろいろね春日大社とか東大寺とかありますけれども、これはね、まあ、前の近畿一周すごろく旅で散策しましたんで、今日はちょっと車もあることだし足を伸ばそうということで、まずやってまいりましたのが法隆寺でございます。奈良といえば法隆寺、聖徳太子ゆかりのお寺でございます。まあ、聖徳太子ね、なんか何人の話をいっぺんに聞いたとか、なんかそういう話だけしかなんか記憶に残ってないので、この旅を機にですね学び直したいと思います。こちら法隆寺607年、西暦607年にね聖徳太子と推古天皇により創建されたと伝わっております。607年、今から1400年前ですよ。まあ、もちろんねそのまま建物が残ってるわけではないんですけれども、でもこの辺りの一部は当時のもんちゃうかなんて思いながらですね、歴史ロマンを感じながらねとぼとぼとこう散策するというね、いや非常にこう贅沢な時間ですよね。この心が満たされるというか、あとね大宝蔵院っていうね、まあ宝物殿みたいなとこですよ。当時の1400年前の、まあ、仏像とかですね書物とかですね、これが展示されている場所もありました。もう国宝だらけでしたね。いや静けさも相まってなんか満たされるなと思いながら歩いてるんですけど、でもねさすが法隆寺、遠足や修学旅行の定番スポットなんですよね。なので小中学生ヤングの皆さんたくさん歩いていらっしゃいます。まあ記念撮影の邪魔にならないようにですね、そうも南大門から外に出てまいりました。南大門の目の前に雰囲気のあるお店を発見しましたので、お昼ご飯にしましょう。大和の茶がゆ、梅うどん、梅そば、
というのが名物みたいですね。私が選びましたのが梅うどんでございます。うどんの上にね、まあ、ちょうどいい塩梅の、それこそ塩梅ですよ、の梅干しが乗ってるんですね。おうどんももちっとして美味しいんですけど、この梅をねちょこちょこっとかじりながらねうどんを食べる、いやーちょっと歩き疲れた体にしみるねと、ペロリでございました。あ、お店の名前まで紹介すの忘れましたね。祥古堂堀本さんでございました。さあ、梅うどんで心身ともに回復しましたんで次に向かいましょう。こちら法隆寺があります生駒郡斑鳩町から車で約40分といったところでしょうか。距離にして30キロ弱。次に向かいますのは神社です。まあ、奈良で神社というと春日大社を思い浮かべる方が多いと思うんですけども、他にもいい神社がたくさんあるんですよ奈良には。さあ、やってまいりますのが日本の始まりの神社と呼ばれている橿原神宮でございます。第一代天皇の神武天皇がここ橿原宮で即位したと言われております。そしてまあここの橿原神宮祀られているのも第一代天皇神武天皇と皇后、つまり日本の始まりの地というわけなんですね。まあ本当にね、まず入ってびっくりしたのが参道が長い。そんな玉砂利の敷き詰められた参道を抜けますと手水舎があるんですけれども、自動で水が流れます、センサー感知器。コロナ禍というのはこう伝統もね変えてしまったと。まあでもこうやってね変わっていくのもいいのかも分かりません。そんな感じで手と口を清めまして拝殿の方に向かうんですけども、この拝殿の前の広場がねめちゃめちゃ広いんです。そしてね、一面すべて玉砂利が敷き詰められてるんですけども結構深いんですよ。だからねちょっとあの歩きにくいとか言っちゃダメです、はい。あのヒールとかはやめた方がいいかも分かりません。さあ、拝殿の方に向かってまいりますと、あら可愛いねと、ヤタちゃんとカーコちゃんです。まあ、柏原神宮のねマスコットキャラクターということで、まあここ柏原神宮、ヤタガラスの導きによってね神武天皇がやってきたと言われているヤタちゃんとカーコちゃんでございました。さあ、拝殿にやってまいりました。拝殿外と内があって、ここは外の拝殿になるんですけども、まあ重厚というか歴史を感じるというかですね、背筋が伸びますよ。中の様子はね撮るのはやめておきましょう。ということで拝殿でお参りをしてですね、柏原神宮名物の大絵馬、通常の絵馬の1600倍の大きさのね絵馬をカメラに収めまして、近所にあります、近所深田池というね池があるんですね。ここでしばらくぼーっとこの水の上を通ってくる風を浴びて深呼吸を80回ぐらいした後ですね、車に戻ってまいりましょう。さあ、お時間が午後3時30分ということで、もう一箇所どうしても行きたいところがあるんでね、車を走らせます。奈良でね秋の夕暮れ時絶対ここ行っとかなダメでしょっていうスポットがあるんですよ。どこに向かいますかというとね、奈良県の宇陀郡にあります曽爾高原というね、まあちょっと高原地帯なんですけども、まあ、ここがねすすきの名所なんですよ。ということで秋、夕日を浴びてキラキラ輝く、ね、そんなすすきをですね眺めに行こうということで、まあ、柏原神宮から1時間ぐらいですかね、50キロぐらい離れたところにある、まあ、三重県との県境にあるんですけどね、曽爾高原にやってまいりました。まあ、駐車場もね完備されております。車を止めてそこからテク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 とちょっと上り坂をね登っていきますと、この景色です。いや幻想的すぎやしませんかと。でね、風吹いててねススキがサカ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 ずっと言ってるんですよ。まあ言ってるというかねなってるんです。でちょうどね5時前4時過ぎ、日が傾いてきてね、この黄金色に輝くススキの大群、大群っていうのかな、この間に道が走っててですね、そこをテクテクと散策できるようになってるんですよ。で小高い丘があってね、小高い丘というか小さい山があってですね、そこに登れるようになってますんで、せっせと登ってまいりました。まあただあの道半ばというか3分の1ぐらいなんですけどね、まあ今日はこの辺にしときますか。まあこっからの景色もね美しいというか幻想的というか、ちょうど日が沈みかかっております。向こうに見えるこの山々もね、なんとも幻想的じゃないですか。
であんまりね人もいらっしゃらなかったんで、ここでボケーとですね、なんか異世界気分を味わっておりました。ソニ高原には1時間半ぐらいいたでしょうかね。もうボケーとススキに囲まれてですね、さあ奈良に向かって帰りましょうか。まあソニ高原から奈良の市内まではですね、だいたいまあ1時間半ぐらいかかります。まあ距離にして60キロぐらいですかね。で奈良市内に着いた頃にはちょうどこの渋滞のピークというか6時過ぎ7時前ですからね、まあ車混んでおりましたけれども、無事トヨタレンタカー奈良駅前店さんに車を返却しまして、まあ、ご飯どうしようかなと思ったんですけども、レンタカー屋さんのすぐ近所にね、こちらのトンチクリンさんというねラーメン居酒屋がありましたんで、こちらにピットイン吸い込まれるように入っていきまして、頼んだのはこのカレーラーメンなんですけども、豚骨が非常に濃厚なねカレーラーメンなんです。でチャーハンのセット、とろっとしたねこのカレースープがね、豚骨の風味もあってね、いや美味しいやんと、まあ普段食べるというあんまカレーラーメン食べないですけども、うん、これはラーメンでもありカレーでもあるなと、そしてチャーハンにも合うねということで、まあもう一心不乱に食べ続けております。餃子も頼めばよかったかななんて思いながら、まあやめときましょう、ペロリでございます。でトンチクリンさんを出てホテルまで歩いて向かっていくという、まあ充実の奈良の一日でしたね。法隆寺で飛鳥文化に触れ、橿原神宮で日本の始まりを感じ、最後はソニ高原のススキに囲まれて奈良の秋を感じるというね、素敵な奈良の一日でした。さあでは次回の行き先を決めるサイコロタイム参りましょう。では行きます、日本一周そごろく旅。どうもどうも。第2回サイコロいきます。よし、いきます。せーの、よいしょ。おー、うわー、いまいちだな。おお、エンイチが7、ダーチが9、ティーがなんと19ということで、次回向かいますのはこちら。一気に四国九州をぶっ飛ばしてですね、ティーが28の鳥取ですね、2がエンイチ7を出しましたんで15の高知になります。1だったダーチ9を出しまして10の大阪に向かいますよというのが2カ所目の旅となります。さあ次回高知編お楽しみに。